はいどうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそ。ということで今回はこちらプロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、ゴールド契約書、ゴールチケが、10枚と、10% 契約書が1枚あるので、まあ引いていきたいと思います。まあ今回もね、多分出ないとは思うんだけど、まあ出たら嬉しいぐらいで、まあ A ランク出たらラッキーぐらいで引いていきたいと思います。でね、最近ちょっとね、もう今ねリーグで使ってる選手がねめっちゃ限界突破、まああとちょっとできそうで、結構チームスピリッツが上がりそうですっていう感じですね。あと5人ぐらい多分限界突破できるんで、ビシエロ、村田、福留はもうしたけどまだレベル上がってない。あと柳田も限界突破コーチ、スピメラルで買って、まだレベルは上がってない。で、あと藤田の絵が出てたんで、藤田がもう少しで限界突破ができそうみたいな感じで、結構チームスピリッツもね、もう少しで多分4万いくかな。特訓も一緒にさせれば多分4万いきます。やっとね4万いきますよ。で、まあここでね S ランクとかもねちょろっとまあ出てくれたらまあ嬉しいかなと思います。まあ 10% は最後に残しておきたいと思います。いきましょう。まあまあまあ A 出てくれたらいいかなぐらいゆるくやっていきましょう。まあ B ランクもね使えなくはないんで、まあ全然特訓にね、まあ使えなくはないんでね、いつも僕は特訓で B 使うときは 5% でもレベルなし上げなしで A をマックスにさせて 60% S ランク特訓させるときに 60% にさせて、余りを全部 B でバーって追加してる感じ。あ、これ A できてほしいな。あーまあまあまあ、まあ、ないね。西武のね、自チーム A ランク契約書を引くとき、これからね、西武で引くようにしてます。まあ、理由は秋山選手と住谷選手、メヒア選手、3人、リーグで使ってるので、まあ、限界突破がしやすい、まあ、西武で、これからは引いていきたいというか、まあ、今引いてるっていう感じですね。自チーム契約書が来たときは。でね、村田選手、この前来たんだよね、A ランクのミキサー、ミキサーじゃない、A ランク契約書で。村田選手ね、もう5だからね、いらないっていう、もういらないだけ出ちゃったっていう、まあ、とっくに使えますけど、他の選手の。いや、もうなんかそう話してる間に、もう残り3枚になってしまいましたね。まあまあまあ、これが普通でしょう。今までがちょっとおかしかったからね、飛ばすか。まあ、10% でね、まあ、出る可能性はなくはないから、10% はね、いつもの4倍出るから、確率で言えばね、10% は、まあ、いつも 2.5% だからさ、そう見ると 30% って結構出やすい気もするんだよね。まあ結構今までも 30% で結構出してるからね。まあ 10% でもまあ出なくはないんでね、まあちょっと期待してみましょう。まあ誰が出てもまあ S ランク出てくれたら嬉しい、ほんと。まあ先発だったら大喜び。あー来ないね、燃えろ燃えろ燃えろ。あー来ねえ。まあでも出る可能性はある。んー、これ限界突破できちゃうやつ。あ、どうしような、これ限界突破できるんちゃう。でもな、沢村選手変えちゃうと、巨人がいないんだよな。って考えるとどうしようか。ちょっと結構今になって迷うな。まあちょっといろいろなんかコメントなんか お願いします。沢村選手変えた方が、松井選手に変えた方がいいよとか、でも12球団崩れちゃうんですよね。まあ一応取っといて、巨人の選手出た時にちょっと考えようかな、とりあえずミキサーはかけずに増井選手は取って育てておきましょう。はい、それにしました。もうコメントなくても別にどっちでもいいです。はい、ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ということで以上、たくみでした。じゃあね。